オブジェクトナンバー101、フルビオの翡翠。このオブジェクトは端的に言うと、ザ・バックルームズ内の洞窟から採掘できるオブジェクトで、バックルーム内のモンスターである、いわゆるエンティティを検出することで危険を回避することができるものであり、未知の空間を探索するときに役立ちます。このオブジェクトが発見された当初は、普通のネフライト鉱物のように見えるとされていました。ちなみに補足情報として、南極と呼ばれているネフライトと、紅玉と呼ばれているジェダイトの2つを総称して、日本では翡翠と言われており、古来からこの2つは似た鉱物であると考えられていましたが、実際のところ科学的な共通点はないそうです。さて、一見するとネフライト鉱物のようであったそのオブジェクトが、一躍脚光を浴びるきっかけとなったのが、エターナルレポジトリという団体が資源鉱山での採掘作業中に、この物体がかすかな光を発しているのを観察したことです。エターナルレポジトリとは、匿名での情報のやり取りに価値を見出している者たちの集まりです。匿名での活動は、実名を晒すことで立場が弱くなってしまう者たちを守ります。そんな弱き者たちを守りつつ、情報交換の場を提供することで、この無限に続く地獄のバックルーム空間を生き延びるための知恵を与えることを目的としています。やり取りの際にはコードネーム以外の情報は明かされないため、実際に誰が組織に属しているのかは不明です。ひょっとしたらあなたの隣にいるあの人が組織の一員かもしれません。この組織では何らかの情報を得るためには、何らかの見返りを用意する必要があります。例外はなく秘密の取引もありません。そんなエターナルレポジトリが発見した、このネフライト鉱物のようなオブジェクトは、イブラヒム・フルビオという人物を筆頭とした研究チームにより、調査解析が進められることとなり、オブジェクトはこの人物の名を取って、フルビオの翡翠と名付けられました。フルビオの翡翠は主に有限領域内の人間を除いたエンティティを検出し、その危険度を判断するために使用されます。フルビオの翡翠は、規定状態では苔色の翡翠であり、平均気温が8度から14度ほどの洞窟群で見つかることが多くなっています。密度は比較的高く強靭で、鉱物の硬度を10段階で示すモース硬度は 6.1 から 6.6 ほどとされています。よって頑丈な金属製のツルハシなどの採掘ツールを使えば採掘が可能です。フルビオの翡翠はネフライト鉱物を主成分とする中に、フルビオと名付けられた物質が混入しており、このフルビオがオブジェクトの異常な効果、通称フルビオ反射を引き起こすとされています。フルビオについては解析する機材が不足していることもあり、元素なのか化合物なのかもわかりませんが、ネフライト鉱物に含有された状態から分離するのが非常に難しく、また分離できたとしても周辺物質との反応性が極めて高い上、反応後の生成物として通称フルビオガスと呼ばれる非常に毒性の高い物質が発生してしまうため、フルビオは取り扱いが非常に難しい物質であると言えます。つまりフルビオはこのネフライト鉱物に含有された状態でのみ、その効果を発揮すると考えていいでしょう。この状態であれば危険はないどころか、薬除け的な効果があるため、このオブジェクトを材料としたアクセサリーやジュエリーなども作られています。先に挙げたフルビオ反射という現象によって、エンティティの存在とその危険度が検出されます。鉱物内のフルビオには目に見えない粒子を拡散させる力があり、拡散された粒子がソナーのような役割として機能し、半径内にエンティティを検出すると適切な照明強度で反応します。奇妙なことに人間はこの影響から除外されるようですが、生物学的に近いはずのフェイスリングやスキンスティーラーについては影響を受けるようです。フルビオの翡翠から放出される緑色の光は、エンティティの危険度または脅威度によって、その明るさの度合いが変化します。以下は現時点で分かっていることのまとめです。光の強度は非常に明るい緑から非常に暗い緑まで5段階に分かれており、基本的に光の強度が強いほど周辺の脅威も大きくなります。光の強度の目安としては、非常に明るい緑は目がくらむほどの光。明るい緑は長時間見ていると有害になるぐらいの強度の光。中程度の緑は長時間見ていても有害ではないぐらいの強度の光。暗い緑は目に安全な強度の光。そしてより暗い緑はほとんど光を放出していない状態を指します。フルビオが人間を感知できない理由として、フルビオがこのバックルームの世界にしか存在しない物質であり、バックルームを起源とするエンティティや、バックルームに固有の力のみを検出して反応するためであると考えられています。つまり現実世界、フロントルームを起源とする人間は検出できないとする考え方です。フェイスリングやスキンスティーラーはバックルーム起源であるため反応を示します。それではバックルームで生まれた人間についてはどうなのかといった疑問ですが、こちらについてもフルビオで検出されることはなく、その検出不能性というのは子孫にも遺伝的に受け継がれる可能性があるとされています。またフロントルームから転落してきた動物を含めた生物全般についてもフルビオでは検出することができません。フルビオの翡翠が持つ特性に関するこの仮説は、人間と同様のアイデンティティや行動特性を獲得したエンティティ、つまりホテルの受付をするフェイスリングといった、いわゆる友好的なエンティティの扱いについて大規模な議論を引き起こしました。
人間であると自認しているエンティティはどう扱えばいいのかということです。これについての研究者の意見としては、フルビオの翡翠は単に異質なものとそうでないものを検出するための装置というだけであり、人間とエンティティを区別するものではないとしています。なぜ人間を含めたフロントルーム起源の生物だけがフルビオ反射の影響を受けないのか。その明確な説明はできないものの、このフルビオの翡翠についてはそういった種としての区別に焦点を当てるのではなく、あくまでその利点を生かして活用していくべきだとして、今日ではその考えが広く認められています。先に挙げたこのフルビオの翡翠を素材としたアクセサリーやジュエリーについてはバックルーム内のテック集団であるバックルームズロボティクスや商取引集団 BNTG によって製造販売され多くの一般放浪者が着用を携帯することが当たり前となりました。それに伴いバックルームの調査における安全度が向上しその調査範囲の拡大が進んでいます。最後に放浪者がこのフルビオの翡翠を使用する場合の信頼性について、森や洞窟といった空間の範囲が限られており、かつエンティティが比較的少ない場所では、フルビオの翡翠は大きな効果を発揮します。その反面、人口が密集した大都市のような場所では、フルビオ反射が複数のエンティティを検知してしまうこともあるため、正しい光を放出しなくなる可能性もあります。使いどころは適切に見極める必要がありそうです。このオブジェクトが追加されたのは2024年7月ですが、読者からはすでに高い評価を得ています。これまでに出てきた多くのオブジェクトというのは、悪い言い方をすればなぜそれがバックルームに存在するのか、その裏にあるストーリーがわからないものも多くありました。それらはただ単に不思議な空間であるバックルームに存在する不思議なオブジェクトといった感じのものに過ぎませんでした。しかしこのフルビオの翡翠については、もともと洞窟内の鉱物といった形でバックルーム内に自然に存在していたという背景から始まり、人々がそれに着目した経緯や調査の過程で分かったこと、分からなかったことの切り分け、そして各団体による実用化への試みといったストーリーが網羅されています。さらにメタ的な視点で言えば、今後新しくバックルーム記事を書く人にとって、放浪者目線で便利なこのオブジェクトを自身の記事に登場させやすいというメリットもあるようです。このあたりはシェアワールドコンテンツならではの良さであると言えるでしょう。今後このオブジェクトがバックルームで活動する人間たちにどのような影響を与えていくのか興味深いところです。ひょっとしたらドラゴンボールに出てくるスカウターのようにあまりに強大な敵を前にすると爆発してしまったりということもあるかもしれません。もしくはこちらの動画でご紹介したような形でオブジェクトの使用がチート行為と認識されてバックルーム空間から何らかの制裁を受けるかもしれません。今回はそんな妄想の広がるオブジェクト、フルビオの翡翠についてのご紹介でした。最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた。